こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はここの健康的なスタジオで行われる撮影会、うずらフォト撮影会で、私がこのトキナーの ATX-M33mmF1.4 を使って撮った写真をご紹介しながら、このスタジオで行われる撮影会についてご紹介をしていこうと思うわけなんですが、トキナーの今ラインナップされているレンズで、この富士 X マウントのレンズ、ATX-M シリーズですね。ATX-M の 23mm の F1.4、33mm の F1.4、56mm の F1.4 ということで3本出ています。で、この 33mm の F1.4 というのを使うと、ちょうど、まあ、このカメラが立ってる位置あたりから、モデルさんの立ち位置、この辺ぐらいで撮ると全身が入るということで、この 33mm 非常に有効かなというところなんですね。まあ、33mm は APS-C フォーマットで 1.5 倍するとちょうど 50mm ということになるわけなんですが、こういったポートレートに最適なレンズをトキナーが出してるんですよというアピールをしたかったんです。で、このスタジオで先日行ったうずらフォト撮影会ですけども、今ライティング、皆さんの常識からしたら不思議な感じすると思うんですが、このようにサイドから光を入れて、まあ、シルエットまでいかないけど、まあ、ボディのラインを出して撮ろうというスタイルで撮ったわけですね。で、今回はこの 33mm の F1.4 で、カメラは富士のこれは XH1 という、まあ、高級タイプのミラーレスカメラなんですが、これでアクロスというモノクロのモードを使って撮影しました。これがまたですね、モノクロフィルムの再現ができていて、すごくいい雰囲気で撮れるわけなんですけども、このようにフィルムシミュレーションというのが富士山のカメラではありますから、ここで、これを、まあ、フィルムの名前でね、表記されるんですよね。ビビットがベルビア。で、こう下げていくと、モノクロはアクロスという風になります。まあ、私自身はモノクロのフィルムは、高校写真部の時はネオパン400プレストとかネオパン SS といったものを使ってましたんで、アクロスはもっと最近のフィルムといったイメージがありますけども、これで撮るとどんな感じで写ったかというかというのをご覧いただきましょう。こういった感じでね、非常によく映る。まあ、フィルムシミュレーションで撮るときはもうこのように液晶モニターとかファインダーも完全にモノクロになるというわけなんですが、これで撮ったわけなんですけどもね。今、ファインダーそこそこ明るく見えてますけども、こうやってご覧いただくと結構暗いですよね。こんな状態でピント合わせ、構図の調整ができるのかしらと思われるかもしれませんけれども、そこがミラーレスマジックということでですね、この暗い中でもファインダー上は明るく見えるというのがポイントですね。でも実際にうずらフォト撮影会で撮影するときは、これは LED のライトではなくってストロボで撮影しますから、今の照明はちょっとイメージ的に明るくつけてますけど、実際もっと暗いわけです。実はストロボで撮影するときって、今シャッタースピードと絞りの設定125分の1秒の F8 感度200という状態にすると、このモニター上が真っ暗で何も見えないということになってしまいます。
カメラによっては、これ、撮影に使うゴゾックスの X2T というトリガーなんですが、トリガーをつけたら、ファインダーが明るくなるといったものもあるんですけども、実は富士の場合はこれをつけても、今このように X2T の電源を入れても、モニターは明るくならないんですね。半押しだけ一瞬明るくはなるんですけども、こういったことに注意をしなければいけません。富士のカメラでストロボ撮影、スタジオでこのように暗い状態でモデルさんをストロボで照らすという場合は、ここの表示設定ですね。セットアップから表示設定。これを選んで、この EVF の、じゃなかった、撮影画像表示。これは連続だな。あれ?ここにない。その次にありました。マニュアル時モニター露出、ホワイトバランス反映というところですね。これの、ここ。これをオフにしないといけないということです。こうすると、マニュアル露光時の明るさはわからなくなるんですけども、この時のモニターの明るさは、見える明るさ。モデルさんが見える明るさで表示されるということになりますね。はい。このような暗いところでストロボだけで照らして撮影するので、このようなかっこいい写真が撮れちゃうということですね。このような暗いスタジオの中で撮影するもんですから、やっぱりレンズがオートフォーカスということが重要でして、このトキナーの ATXM33mmF1.4 ですね、非常に使いやすいということになります。で、ストロボ撮影の時にね、この直感的にこの絞りリングで F8 といった設定ができます。こういった時の絞りの設定というのは、主催の方がストロボをセッティングして、その時の明るさ、この場面だったらシャッタースピードが200分の1の絞りが F8 ですよ、感度は200ですよといった指示をしてくださいますから、それに合わせて絞りを設定するということになります。シャッタースピードではストロボ撮影の場合明るさ変わりませんから、絞りを設定する、あとは感度を設定するということになるんですけども、そういった時に直感的に設定ができるというところも魅力ですね。この健康トキナーでうずらフォト撮影会が行われるときは、このトキナーの ATX-M シリーズも貸し出しありますので、ぜひチェックしてみてください。